しろからこの帰国しろから教わる古文。いやー、古文のことをね、高校生から10年ぐらい経ってますから分かんなくなってきちゃって、ケビンって日本語上手いな、すごく、うん、めちゃくちゃ日本語上手いじゃん。でも何でもいけるでしょ、日本語だったら。あ、もうね、そうだね、高校3年間はちょっとだけ古文の授業はあって、あまあちょっとなんだ、10段階の評価中、成績は4だった。すごいな、すごい。あ、違う、3になると留年だから、留年しちゃうからみたいな、あの配慮があって。けど大丈夫、もうね。でももう今もう何年間私に住んでると思ってんの。10年目だぞ。何でもちょうだい、うん、ちなみにその古文って何、うん、古文っていうのはその古文って四字熟語、この昔の話ってこと。ああ、そうだよね、昔の話って枕草子みたいな。すごい、今よく枕草子、うん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 、そうそういうこと。何でもしてるからね。まあね、そうそうそう、してるからね、だけど知ってるからね。まあね、うん、古文とは、古文とは、うん、まあ、あの寝点があったり、あの1,2,3 の漢字がさ、漢字の右下についてて、はいはいはい、あ1読んで2読んで3読んで出点があるから戻って、はいはいはい、みたいな漢字。それがそれ古文だっけ。それが古文だっけ。それが古文だと。そうか、ケビン先生だね。それこそが古文です。そうか、古文です。はい、それが古文。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私たちが忘れてしまった単語をしましょうか。はい、1つ目ででん、あー、ぼかしね。もう一度、もう一度読んで、もう一度。ぼかし、ぼかし、ぼかしね。ぼかし、ぼかし、ぼかし、ぼかしは、これはもう簡単だね。昔は、これ多分ね、あの、おだったのよ。あー、おだったんだ。もともとはおだった。よく変わるから、この時代とともに、時代とともにニュアンスって変わるから。はいはいはい、その、おと書いて、お、お、お菓子、うん、ね、キャンディー、スイーツ、シュガー、ロリポップ、エブリティング、お菓子、スイーツ、スイーツ、なんか、いやいや、昔のお菓子というと、やっぱりあのライスボールとか、ライスボールとか、それはおにぎり、ライスクラッカー、ライスクラッカーとかね、そう。それにあの醤油砂糖を持って、はいはい、そうそう、それで甘くして、はい、お菓子代わりに食べたりしてた。お菓子代わり、お菓子代わり、お菓子代わりね。お菓子代わりにそれを食べてね。そう、まあ、そういう歴史があるかな。そうそうそう。で、まあ、あの時代が進むにつれて、いやこれおじゃね。昔にもスラングだったから。あ、なるほど。マジでみたいな、今言うマジでとかさ。みんなお菓子、お菓子、お菓子だけどみんな言いづらくなってお菓子になってて、もうこれはおだよね、そういう過去がある。分かった、分かりました、勉強になりました、はい、大変勉強になりました。はい、やっぱ詳しいね。そうだね、やっぱり。はい、2つ目2問、2つ目の質問。じゃん、イミジ。イミジね、はいはい、あー、はいはいはい。イミジね、これでも結構よく出てきた感じがあるな。あれ、わかんない、わかるわかるよ、ね、ちょっとすぐ思い出すから。これは人の名前だね。人の名前だ。人の名前だ。人の名前なんだ。うん、イミジさんだね。イミジさん、イミジ安男。イミジさんは、うん、なんでこんなにイミジイミジって言われるようになったかというと、あだ名なんだこれ。そうそうそう、イジイジミさんはイジイミジさんね。イミジさんは普通の市民だったわけよ。まあ時代進むにつれておじいちゃんになってるわけよ。安尾ね、安尾さんが。そう、安尾さんはおじいちゃんになってるわけよ。で、イミジって言われたのみんなから。あー、イミジ。はいはいはい、イミジ。そのもう国民的なキャラクターになりそうなんですよ。あー、なるほど。そう、まあ、何がすごいかというと、まあ、かなりその田んぼでの作業がすごいスムーズだったわけね。あー、そう。植えて水やって、植えて、水やってを、まあ、土木を折らずにずっとやり続けたんだよね。で、まあ、その姿がすごいなと。80になってもやってるじゃないか、イミジさん、あのイミジすごいねーって、まあ、有名になったんだよね、はい、イミジっていうのはスムーズに物事が進むだから、あ、躊躇せずにやるとか、そういう意味合いが あるね。もともとは人の名前だったんだけど、そう、その人がすごくスムーズに作業する人だったから、スムーズに物事が進んでいくっていう意味になったんだ。そういうこと。あの物事何でも歴史的背景があるからね。大変勉強になりました。面白いでございます。は
ありがとうございます。はい、じゃあ3つ目の質問。これです。はい、アハレ。もう一度読んでいただいてもよろしいですか。アハレ。アハレね。でもこれは罠ね。さっきと同じように、お菓子と同じ、これ罠だよ。哀れ。哀れな姿とか、みっともない姿であったりとか、そういう意味合いがあるね。昔は、アハレなサルナ。アハレなサルナ。アハレなサルナって言ってたんだけど、もうこれは哀れじゃね。あー、になったんだ。そう。じゃあ割とそのままなんだね。そうだね。発音が変わっただけ。もうそうだね、アハレからアワレになったっていう古文とかで、あの人はとてもアハレだって出てきたらもう、うん、もうディスってるね、完全にディスってる、ディスってる、なるほどなるほど、みっともないな、あいつはみっともないな、みっともないなっていう言葉だね。この景色はアワレなりって書いてあったらもう、うん、なんてみっともない景色なんだと。そういうことだけど、そんなだけ見苦しい景色や、そう聞いたねっていうことは、本当に手入れをしてるんだちゃんとしばかりせえはい、はい、どうも。じゃあ最後の質問、はい、どうぞ。四つ目、はい、こちら、デデン、サラナリ。サラナリね、これは、まあ、お皿が必要だよと。お皿が必要よと。これはサラナリ。これはサラナリだよと。昔の階級があるじゃん。どういうのなんだっけ、トップにいる。トップにコマンダーと、コマンダーとチーフ、チーフ、サブチーフ、サブチーフ、ソルジャーがいる、ソルジャーがいる、引っ越したんだね、そうだ、そうだ、引っ越したから。で、今、その別枠で市民がいるから。別枠の別枠下じゃないんだ。その、この階級は国のものだから。その国のものはやっぱりその、料理を作る専門の方がいらっしゃるから。ああ、飯だけを作るみたいな。その厨房でよく使われた言葉で、例えばこうナスと炒め物とか作ったら、それはサラナリっていう。それはちゃんとした皿に入れなさいと。お皿で成り立たせなさいよ。その一品をお皿、そのちゃんとしたお皿で成り立たせなさいよと、その料理を一品にしなさいよと。中途半端なものをそのコマンダに提供するんじゃないよと。コマンダーに。でも、ってことは、コマンダーに使えてるそのね、うん、料理、コマンダーの料理を作ってる人たちはプロなのに、うん、皿を使わないで提供しようとするやつがいる。まあ、違うよ、そのね、その、そこでキーなのは、お皿を使わないものに対して皿ないっていうんじゃなくて、このちゃんとした皿を使いなさいよっていうのが綺麗な。そうそう、もう、ゴージャスな。ああ、なるほど、いい食器だね。そう。もっとこう、デコレーションが入ったもの。デコレーション。このくらいのお皿で、このくらいの盛られてるのあるじゃない。サラナにしなさいよと。サラナ、これはサラナにしてる。そう、これはサラナにして、こういうボールにさ、こういうの、こっちサラナじゃない。サラナにしてない。ちゃんとこのくらいのお皿に、ここで持って、この余白がないとね。そう、サラナこうやって。そう、サラナにされて、サラナにしてんだ。なんか、フレンチ、フレンチ、まあ、フレンチみたいな概念ではあるよ、やっぱりそのアートとして捉えるからさ。そこはでも一緒なんだ。そうそう、まあ料理ジャンルでさ、パスタであったらさ、フィッシュであったり、そういうのじゃなくてもいいわけ。ジャンルは和食でもいいし、まあそのコマンダーが食べたいもの何でもいいの。それにこのコマンダーって誰だっけ。トップの人ね、コマンダーね。コマンダーそう、あのその人が食べたいものを、まあサラダにして綺麗な一品にしなさいよと。コマンダーの料理だからちゃんといいお皿に盛りなさいよ。そうあれね、コマンダーが出てくるっていうのはあの忘れてたね。そうだね、その時代にはコマンダーがいたんだね。コマンダー、チーフ、サブチーフっていう。そうじゃないからその人たちで回ってるから。それと市民なんだね。そう、それと市民、市民を守るから。なるほど、なるほど。有名なコマンダーとかいないの。信長秀明。信長秀明。まあ、なんか、すぐ、すぐ、検索わかんない。信長ね、信長。コマンダー信長。そう。コマンダー信長。コマンダー。コマンダー信長。そうそう。大変わかりました。わかりましたでしょうか。はい、わかりました。はい。また、ちょっと。質問があり次第、もちろんしていただきますので、でももうこのシリーズじゃんじゃん、もう
学んでくださいね。どんどんね、うん、何でも教えてあげるから日本のことがどんどん分かるようになっていく、ね、そうだね、そうだね、今後もね、はい、今後もご期待しててくださいな、さまざまな情報をお届けしますから、よろしくお願いします。じゃあね。